今日の訓練は南海トラフ巨大地震で津波が発生したという想定で行われました。午前6時半、地震発生を知らせるメールが全職員およそ390人に発信されると、朝から続々と職員が集まり災害対策本部を設置。地元の警察や消防などと連携しながら被害状況の把握や報告の手順などを確認しました。職員非常に早く参集することができてですね、初動対応にも取り掛かることができたと思っております。全職員が参加しての訓練はこれが初めてで、田原市では今後もこうした訓練を続け万が一に備えたいとしています。